もうコロナなくなってもむしろ円安の方が厳しいかなっていう感じを最近ちょっと思いますね。やっぱりお金持ちしか行けない状況になっちゃってるっていうのは、渡航再開来るぞと思ってたところでこれですから。あ、なるほど、確かにアウトバウンドはそうなんですね。そうインバウンドはなんかまあ開けばバーッともう円の安い日本にバーッと来るだろうって言われてますけど、アウトバウンドは本当に特に航空チケットですかね、あの現地の物価も2倍3倍になってますけれども、まずは出る時の航空チケットがもう高くてっていう。でも僕びっくりしたんですけど、この間シンガポール行った時にジップエアが結構いいチケット出してて。そうですよね、アメリカとかも安いですよね、まあ、毎日じゃないんですけど、便数まだ少ないんですけど、もうちょっとしたら便数も増えるのかなと思って、はい、ビジネスでフルフラットになるシートでシンガポール20万円ですよ、あ、すごいですねそれ。ジップだと直前とかのエコノミーだと 2万とか3万とかそんなもんですよ。同じ時期にロス行ったのが、そうですね、ジップエア使って、ジップ使って、結構安かったよね。5万8千円とか、片道5万ぐらいで。その代わり、なんか2時間前に集合とか、なんかいろいろ制約条件、荷物、重い荷物だと高くなるとか、ドリンクとか、そういうサービスは全部有料とか、いろいろありますけど、あの安いですよ、びっくりするぐらい安いですよね。そういうテクニックを提供するっていうのも我々の、もしかしたらメディアの仕事なのかなっていう感じはしてきてますね。